カッパッパチャンネル。おはかっぱ、岩手に生まれ銀河を泳ぐマスカルカッパちゃんでやんす。そう、昨日の動画でね、11月3、4、5はゴッツフェスタがアピオで開催されるので行きますよって言ったんだけども、こちら工芸エキスポイン岩手。こちらは全国の伝統工芸品が大集合する伝統工芸品の全国大会なんでやんす。この工芸エキスポイン岩手が発表で行われて、その同時開催でゴッツフェスタも開催されるでやんす。もう全国の素晴らしい伝統工芸品を見て、そして買って、そして美味しいもの食べて、もう幸せ、岩手幸せ大作戦っていう感じでやんす。今日のカッパのあれこれ。カッパとは河川の淵、沼地などの水塊を住処とし、人畜に種々の怪異をもたらすと信じられている妖怪の一種。もうカッパのイメージって人間界の皆さんによく言われるのは、川さ、人間引きずり込むんだべとか、馬引きずり込むんだべっていうイメージを持たれてる方もめちゃめちゃ多いと思うんですけども、それも正解なんですけど、実はカッパって人間がこうカッパを助けてくれるというパターンも非常に昔多くて、そのカッパを助けてくださった人間に対してカッパたちがお魚をプレゼントしたり、薬の作り方を教えてくれたというお話もすっごいあるんでやんすよ。すごいカッパって人間に対して友好的、もうすごく尊敬してらんでやんすよ。なんでもしも困ってるカッパがいたら、ぜひ人間の皆さんお助けくなんせ。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ブランスございます。